フリーデバルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の、ヘルスフェルトイコールローテ軍に属す、町村である。この町は、バートヘルスフェルトのすぐ東側に位置している。この町は、クッペルンレーンと、ゾイリングスバルトとの境界地域に位置している。フリーデバルトは、フルダとベラ川との分水域にあたる。フリーデバルト集落は、 レーン山地最北の市民役に含まれるドライエンベルクの北、ゾイリングスバルトで最も高いトーターマンの南に一致している。フリーデバルトは北はロンスハウゼン及びビルデック、東はヘイリンゲン及びフィリップスタール、南東はホーエンドウダ、南はシェンクレングスフェルト、西はバートヘルスフェルト及びルートビヒスアウト境を接している。この町は中核地区のほか。 ヒラーツハウゼン、ラウテンハウゼン、モッツフェルトからなる。アムト・フリーデバルトは1392年に、フリーデバルト集落は1430年に、初めて文献に記録されている。修道院長の城が1302年以前にすでに設けられており、ヘルスフェルト修道院の霊園として、ヘッセンホーハクに委託されていた。この城はおそらく、フランクフルトからライプツヒに至る。 公益路クルツェヘッセンを管理するために建設されたと考えられる。1605年にビルヘルム・ディリヒによって制作されたフリーデバルトのスケッチこの城は1472年に取り壊され、ハイン・ディヒ三世網白はここに建築家、ハンセア・ヤーコップ・エッティンエンに水木フリーデバルト城を建設させた。この城は狩りの際の滞在地として用いられた。 1551年10月5日、フランスとシュマルカルデン諸公との間で、ヘッセンホーハク・フィリップを皇帝の監獄から解放する協定がここで締結された。4つの隅刀を持つフリーデバルト城は1762年に破壊された。この城間は常にこの集落の中心であり、町の象徴である。ナポレオンのベスト・ファーレン王国時代には、フリーデバルトは、 フリーデバルト合理の主流であり、治安裁判所の所在地であった。1971年12月31日、それまで独立していたヒラーツハウゼンとラウテンハウゼンが合併した。1972年8月1日にモッツフェルトがこれに加わった。フリーデバルトの長議会は15議席からなる。 ディルクノルは2012年9月16日の選挙で67.2%の票を獲得して町長に選出された。図柄、赤字にノコギリ壁を持つ白の銀のシルエット。その前傾に3段の水盤を持つ泉の黒いシルエット。紋章長部に銀色の4枚の実をつけた多くの葉。この町は連邦アウトバーン A4 号線沿いに位置している。さらに、 バートヘルスフェルトからバートザルツンゲンに至る連邦道 B62 号線がこの町を通っている。公共旅客近郊交通はワグバス会社 GMBH の330、331、345番路線とバルトブルク軍交通会社 MBH の300番路線が利用できる。二千九年はじめヘルメスは一万八千平方メートルの建物を持つ 敷地面積10万平方メートルに及ぶ最新のハブを開業した。この他にシェンカードイチュラントエージーはヨーロッパで最も効率の良いハブを運営している。これはシェンカーにとって特にドイツ国内の小口貨物配送に中心的な重要性を持っている。フリーデバルト郷土博物館は城の外郭の旧社にある。 フリーデバルト上司ベボケルングススタンド AM31.122019 スタタスティシャスバンディゼムットエドヒスターシャスジェメインデバースシュニスフィワダイブンディスレブブレイクドイッチュランドダモンスグレンズウントシュラッセルトナマーナンドランガンバイゲメーンデンクレイソンウントレイジルングズベザーキンホム27千1970ビス3十1 1 2 1982シュトットガルトマインツコールハマーピアニッシモ396から397 ISBN 978から3から17から003263から7コミューニールワラ2016インヘッセンエンドガルティッチスアーガブニツデアジェミンボル AM6 MRZ 2016 632006フリードウォルド ヘッシュシャス・スタタスティシャス・ランディゼムット。2018年7月26日。閲覧。バーガーメイスター・ウォル・イン・フリード・オールド・ AM16.09。2012。ヘッシュシャス・スタタスティシャス・ランディゼムット。2018年7月26日。閲覧。ヘレルドリー・オブ・ザ・ワールド・フリード・オールド。2018年7月26日。閲覧。ノード・ヘッシャー・バーキス・バー・バンド・ NVV。 2018年7月26日閲覧。ハイマトベリンフリードオールド。2018年7月26日閲覧。GTZJ ファイファー、G デンコートインバットハースフェルドウントフリードオールド、ミッドスカルプチャーン、フォンアーノルドレッヒベルグ。ヘッシュッシュハイマート、67、JG、ヘフト2、3、89から94、ハムアンデセッシュバイフリードオールド。 モニアメンテイル愛犬ォンライナーリッペルト。2018年7月26日閲覧。ありがとうございます。